フェリックス・ビック・ディー・シア、フェリックス・ビック・ダジールは、フランスの医学者、解剖学者である。比較解剖学の創始者の一人で、異なる生物の間の騒動の理論を発見した。ノルマンディのバローニュに、医師の息子として生まれた。パリ大学で医学を学び、動物や人間の解剖学者として有名になった。1773年から、 パリの王立植物園で解剖学を教え始め1774年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。1788年にはアカデミーフランセーズの就寝会員に選ばれた。ギュイエンヌで伝染病が流行した時には派遣され報告書を書いた。国民の健康に対する国の責任を訴え、時の大臣ジャックチュルゴーによる 王立医学会の設立をもたらし、1775年には、就寝事務局長になった。ダジールの指導の下で、医学会は疾病などの情報を集めた。アルフォールの医学校で獣医学の教授を務め、伝染病の監督官を務めた。解剖学の分野では、脳の感情断面を研究し、アルコールを使用する解剖術を開発した。1786年に、 脳の青半角や、黒質やビッグダジール戦場などの研究を発表した。ありがとうございます。